天然のウォータースライダー最高、カッパだけがすごい、阿蘇レインボーバレー、熊本県阿蘇のキャンプ場のご紹介です。以前湧水峡での川遊びが楽しかったので、今回はキャンプで目いっぱい川遊びということで阿蘇レインボーバレーに行ってきました。Google マップで阿蘇レインボーバレーといって経路検索すると全く違った道が出てしまいます。グリーンロードをもうちょっと進むと看板が見えてくるので、そこが目印です。ここを降りていくと受付の建物になります。受付前の駐車場の前にはカフェもあります。このカフェも素敵ですね。カフェの上側の広場にはなんとブランコもあるんです。楽しそうですね。入園料、駐車場代のお支払いで川遊びのみのご利用もできます。はい、売店がですねすごく充実しています。お菓子、水鉄砲、シャボン玉、子供が喜びそうなものがたくさんですね。トイレも洋式ウォシュレットで綺麗です。ポイント高い。キャンプ場は森のキャンプサイトという砂利サイトと星空のキャンプサイトという芝生サイトの2種類です。全区画オートフリーサイトなので早めにいい場所を押さえたいですね。川遊びキャンプでは森のキャンプサイトの砂利サイトがすごく快適でした。川遊びから戻ってきた時、濡れたサンダルでも土が付着しないで汚れませんでした。ちなみに直火禁止なので焚き火シートと焚き火台で焚き火を楽しみましょう。それでは川遊びスポットをご紹介します。カフェ前の看板でおおよその距離感を確認します。湧水の滝まで30メートル、出会いの滝まで350メートル、カッパ滝まで700メートルです。それぞれのスポットの紹介をします。まず、湧水の滝は天然のウォータースライダーのスポットです。一番楽しい。出会いの滝は幅広で落差が緩やかな滝があるところです。ここは流れが比較的緩やかです。さらに、カッパ滝。こちらはですね、管理人さんおすすめのスポットで、雄大な大きな滝が流れています。カフェのですね、横の小道を抜けて少し行くと、湧水の滝です。天然のウォータースライダーがですね、やっぱり楽しい。流れがね、強いところもあるので、お子さんからね、絶対目を離さないようにしましょう。この湧水の滝で目いっぱい川遊びをするのに必要なのはやっぱりハンドル付きの浮き輪です。ただこちらはですね、キャンプ場でレンタルすることもできます。でもう一つ、帽子をかぶられる場合は紐付きで流されないような帽子にしておきましょう。せっかくなんでですね、滝をですね3つとも制覇したいと思います。特に管理人さん、カッパ滝がおすすめでしたので、それでは向かってみましょう。この湧水の滝から少し上がっていくと出会いの滝です。この出会いの滝は川幅が広いんですけど、滝の落差は比較的低めなので、この滝の周辺はですね、流れが緩やかになっております。小さいお子さんを少し遊ばせるにはこちらの滝の方がおすすめですね。では、この出会いの滝からカッパ滝の方へ向かってみましょう。このカッパ滝に向かう途中にですね、各都道府県名が記された踏石があって、これが非常に楽しいです。
じゃあ出会いの滝から河童滝に進んでみましょう。川沿いはですね、時折看板が出てくるので、それに従いながら河童滝を目指していきます。ただし、ここに来るまでに水の中に入ったり出たりして取っていくので、やっぱりサンダルは必須ですね。目印になる橋が見えてくるんでですね、橋を渡るといよいよ河童滝が見えてきます。橋を渡るとですね、もう狐のカミソリが、見えてきます。非常に綺麗ですね。その奥にはですね、この雄大な河童滝の景色が広がります。水しぶきがすごい、マイナス円もすごいですね。ちなみにキャンプ場から河童滝までの所要時間は約15分程度です。この河童滝、非常におすすめです。すぐそばで川遊びもできて、売店も充実、いろんな施設もトイレも綺麗でですね、素敵なキャンプ場、阿蘇レインボーバレーでした。こちらのキャンプ場紹介動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。